どうもこんにちは、SKです。今回はフォークの横に荷物を積む際にこういったラダーロックと言われる形状のベルトを採用するべきではない理由についてお話をしていきます。まずフォークの横に荷物を積む際は、もし荷物が外れてしまったり、外れるまで行かなくても、ベルトが緩んでしまったりすると、荷物が前輪に巻き込まれて前輪がロックして、そのまま前転して、大事故につながってしまう危険が非常に高いです。ですので他の場所に使うベルトよりも、絶対に緩まないというところが大きなポイントになってきます。はい、そして本題なんですが、こういうタイプの、ラダーロックと言われるベルトは、こういうふうに締めているこのベルトが一直線になるような形で引っ張るとかなり強力に固定できるので緩むことはまずないんですね。ただしこのベルトの角度が内側に入った状態、つまりここのバックルがこういうふうに角度がついた状態になると、こんなふうにベルトが緩んでいきます。これはなぜかっていうと、そもそもこのラダーロックっていうものは簡単にしっかりと強く固定ができて、かつ緩めるときはこのバックルを持ち上げれば簡単に緩めることができると、そういう便利さからよく使われているベルトなので、当たり前のことなんですね。はい、ただことフォーク横に関して言うならば、基本的にこういう丸い形のドライバッグであったりとか、他何かバッグ何でもいいんですけど、そういったものを積載することが多いと思います。円形のものを積載するとなると、ここのバックルの角度ってどうしてもこう内側に入った状態で使わざるを得なくなってしまうんですね。つまりどんなに積むときにしっかり締めたとしても、走ってるうちにだんだん緩んできます。こんな風に。で、今お見せしているこのブラックバーのベルトなんですけど、これって内側にシリコンが縫い付けてあるので、普通のこういうベルトに比べるとかなり緩みにくい部類です。ただしそれでもこんな風にちょっとずつ緩んじゃうんですね。はい、なのでこういったベルトは基本的にフォークの横に荷物を積む際には適していません。じゃあどういうベルトを使えばいいのかというと、こういうボレーストラップとかスキーストラップとかって言われるタイプのベルトがいいです。これはこの穴にここを差し込んで固定するんですけれども、穴に差し込む摩擦で摩擦というか、固定で止めているので、ここのバックルの角度にはそんなに気を使わなくてもしっかり固定ができるんですね。例えば極端な話、バックルと垂直な方向に引っ張ったとしても全然緩むことがありません。はい、でしかもこのベルトってこの素材自体が若干伸びるんですね。なので締め込むときにこのベルト自体のこの、伸びる力、ゴムの力ですね、その力でも荷物を縛ることができて、かつその状態から全く緩まないので、特にフォークの横みたいに事故の危険があって絶対に緩んでほしくない場所に使うときにはこういったベルトが適しています。このベルトも1本1000円から1500円ぐらいで買えてしまうので、ぜひフォークの横に荷物を積む際、もちろんフォーク横に限らず荷物をしっかり固定したいという場合にはこういったベルトを使用することをお勧めします。ありがとうございました。